な。そうな匂いを嗅ぎつけてきやがったぜ。やつら待ちきれなかったと見える。すごいや。ほう。うん。おい。これが僕たちの新しい国の名前だ。皆にお言葉をおかけになる。しかと耳にせよ。みんな、この
この新しい国にはどんな困難が待っているかはわからない。でも僕は作りたいんだ。みんなが笑い合える豊かで美しくて、そして平和な国を。エヴァン、みんなこの僕と一緒に歩いてほしい。きっと険しい道だけど、この道は希望に続いているんだ。よ、王様。なかなか決まってるじゃん。エヴァン、元大統領も真っ青の立派なスピーチだ。ここから始まるんだね、僕たちの王国が。エヴァン、どこまでも付き合ってやるぜ。お前がその道を進む限りな。みんな、ありがとう。ニルの計らいで多くの協力者がエヴァンの元を訪れ、彼らの国づくりは着々と進行していった。こうしてエスタバニアは国としての一歩を踏み出すのであった。アルフィニーの望んだみんなが笑い合える素晴らしい国になる旅。なんだか浮かない顔しているね。せっかく国づくりが始まったのに。うん、それは嬉しいんだけど、まだわからないことだらけで不安がいっぱいだよ。二の国を滅ぼすほどに大きな力を持った邪神の復活、本当に僕に止められるのかな。そうだね、君だけでは無理だ。でも君はもう一人じゃない。そうだろ？うん、僕は一人じゃない。仲間ができたんだ。そうだよエヴァン、その仲間と一緒に君の前に現れた道を一歩ずつ進んでいくんだ。そうだね、できることからやってみるよ。頼もしくなってきたね。それじゃあまたね。